本日紹介するカレーはこちら、三元豚角煮カレー。三元豚、皆さんご存知ですか？黒豚などの3種類の豚を交配して生まれたブランド豚らしいんだ。なるほど、3個が元になった豚っていうわけですね。まあここにドワーって、この豚美味しいよ、こういう風に作ったから美味しいよって書いてあるんだけども、この俺が注目したのはこのパッケージの形。普通のレトルトカレーはここにポコってあげてこうやって出すんだけど、このカレーはこんな風に開くんですね。まさかの観音開き。いやー、かっこいいわけですけども、中身ただのシルバーのパウチ。もうちょっとこだわれたんじゃない？でもきっとこだわりにこだわった、そういう角煮のカレーが出てくるんじゃないかな。それでは行ってみたいと思う。プリーズディッション。とっても大きな角煮が入ってます。この大きさ信じられない。アンビリーバーボーだよ。ハンバーグとかと違って角煮っていうのはきっとトロトロ溶けてしまって形をね維持するのが大変だと思う。この大きさをレトルトパーチするためにはもともとどんだけ大きな角煮が入ってたかっていうことが想像できるね。よだれが出ちゃう。それでは早速いただきます。豚肉の第3年ズボン。いや、積もったね。積もってきたよ本当に。麻雀のことよくわからないけど結構粘度が高いんです。あの金沢カレーみたいな、それぐらい粘度が高い。味もね結構後からピリピリするんだけど濃い口って感じ。見て、こんなに大きな角煮が2切れボンって入ってるんですね。これ切らずにこのまま一口でいってみたいと思います。さあ贅沢。一口で入れたのに全然おーおーってならない。溶けてく、どんどん溶けてって、すごい、こんなにトロトロになるまで最高だね。このルーの濃さがライスとも豚のトロトロ具合ともバッチし合う。三元豚角煮カレー、こちらのバンディポイントは23バンディポイント。角煮がとっても大きくて10点満点あげたかったんですけども、角煮しか入ってなかったからの9点でもとっても美味しかったです。今日のカレーもとってもビビカリ、僕の心もレトルトパウチ。